いきなり海から始まります。いやすげえナビやべえな、これ錆びるよ錆びる。すげえなナビ、どうしたのこれ、海荒れてますな、粉毛が立ち。いいねこのループ橋てなわけで、今日は我がふるさと第二のふるさと日立市で桜巡りの旅をしたいと思います。ちょっと有名どころをね攻めていきたいと思うんですけど、やばくないこの水しぶき、見えるかなみんなに、やば、ちょっと日立駅をここから回っていくか。おお風いい、いいですね。猫浜市内が今日聞き取れてたいかもしれないな。桜を写したいんでね今日は。やばこれ、みんな見える？見えてるかと思うんだけど、やばいな今日のナビ。錆びる錆びる。でももう潮の香りはしねえんだよな。いや交通量少ねえな今の時。うわお津波これ、シアが風に止まろう弱気な僕ら、何の話でしょだけど。ほら綺麗、どうですかこれ、じゃないですかこれ。どっか写真撮りたいなこれ。この辺でさ撮っていい。ちょっと六甲まで行っちゃうとこんちゃんで、手前曲がろうか、あそこ六甲まで行っちゃうとこんちゃんで探すと信号を右に曲がってくれましょうか。U ターン待つってダメだ。いいっしょこれ、逃げる、あずれ、ダメだ、死ぬよ。渋滞は死ぬってこの時期、あずれ。上根公園の行ってみようか、上根に上がってきたんだけどさ。これ上がんねえか俺、恥ずかしいバイクになるよ。ああ動物園か、あいい感じだね。うわいっぱいだ、いいね。思わぬところいいねこれ、意外にいいね。あの音、皆さんここは上根公園という公園でございます。墓地があるけどね、休憩したいんだよ俺は、ジェットコースターで戻ってこい。
意外に登れるね。あと景色がいいとこないな、これ。あ、ここ切っちゃうんだ、これ。あ、こっちもいいね、これ。よし、さあ、懐かしいよ。幼稚園の頃来たよ、ここ。最高じゃね、この景色。最高でしょ。最高としか言いようがない景色でしょ。宇野岬の方が見える。いいね。怖っ。怖っ。すげえ。で、さて今からどこへ行こうか。こんな渋滞してんの、これ。やだな。嘘。何この渋滞。ああ、絶対抜けた。てな感じで日立の駅前の通りと上根っこへ、ちょっと人が多すぎて止まるとこがなかったです。まあ皆様に春を感じていただけたらいいかと思います。ではね、こんな感じで今日の動画は終わりにしたいと思います。それでは皆さんね、ご視聴ありがとうございました。それではワニワニー。